民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加月艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを、海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航した。そしてウエストラント22で予定されたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が、一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にデミゾし、7月28日には、SNS に、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、
世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦、加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母、加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦、加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も、空自パイロット、整備員の養成も、これからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと示唆する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練をお部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。
台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズワールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横槍によってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は、中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年就役予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで、9月28日に高雄の小港区で、進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の太平洋型潜水艦と同じディーゼル脱リチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に、大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とはビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも
潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるをなかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が、勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には、日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は、領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は、他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS ユアサのバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるので
どんな国でも、1年ぐらい、長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを、支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと、建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら当たりを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、一隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信新量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが
機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機とも、ステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは、推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9-1 エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている、F100 と同じプラット&ホイットニー社製の F119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F119 とのサイズを比較すると、F119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF9-1 は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF9-1 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF9-1 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、
強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋台熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテークダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐寒矯正コーティングの採用、さらに、ブレードの空気孔による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによってエンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時にはコアケース外側のダクトを流れ、高速時にはコア内に排気流を導いて推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF9-1 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF9-1 には、2016年度から2020年度まで水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて水力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期戦闘機は F-35 のように、通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は、
実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。